ちは。今日はですね、8月3日、金曜日です。明日ですね、スマのビーチにある、海の家、スマカルフォルニアってとこですかね。そこで、ビスティコンテストっていう、コンテストがありますので、そこに出場することになりまして。で、18日前にね、実は大会出るってことになってですね、その当時ね、まあ、絶賛バルク中で、かなりね、体重も増えている状態だったんですけど、そこからね、ちょっとまあ、18日間、ちょっとだけね、減量する形で、まったりやりました。はい。で、結果なんですけど、まあ、見ての通りね、そんなにね、絞れていません。はい。で、体重も、74キロなかったかな。73.5キロぐらいだったのが、今日は測ると71ですね。2.5 キロぐらいの、減になります。はい。で、今回はですね、まあ、いつもコンテストだと、まあ、ちょっとこう、カーボの量をね、最後ちょっと減らしたりとかして、で、カーボアップしたりとかってするんですけど、で、ちょっとね、水抜いたり、塩抜いたりとかね、いろんな調整方法があるんですけど、今回はね、実に自然体でやってます。特にまあ、ちょっと今日、昨日と、まあ、カーボの量は、ちょっと多め、400から500ぐらいで、ちょっと多めにはしてますけれども、そのね、バカ食いすることもなく、で、極端に、カーボを抜くようなことも、やってません。はい。で、トレーニングも、まあ普通前日とかやらないんですけど、今日もね、さっき普通に、まあ動画でもありますように、背中と、肩と、二頭と、結構ね、やりました。はい。やってき、普段通りもう90分ぐらいやってきました。まあ、もう明日もね、自然体な感じで、ちょっと挑もうかなと思っています。で、減量もね、もうそんなにね、しんどいことはしませんでした。はい。前半ね、ちょっとまあ3000、4000ぐらい取ってたのを3000ぐらい、3000弱ぐらいに落として、で、体重スッと落ちたんですけど、1キロぐらいスッと落ちたんですけど、まあそこからね、やはり停滞しだしたので、まあそこからね、やっぱカロリーをちょっと落として2400、500ぐらいまで、落とすようにしながら、あとトレーニングもね、ちょっとショートインターバルで、回数多めの、まあトレーニング自体で脂肪を燃やせるような、セットの組み方、メニューの組み方で、やりました。はい。その結果、まあこんな感じですね。まあ18日で 2.5 キロ落ちたら、まあね、上出来だと思うんですけどね。自分的にはね。まあいかんせんね、時間がないんで、まあまあ仕方がないのかなっていう感じです。はい。特にだから、パワーもね、そんな落ちた感じはしてないですね。まあ 2.5 キロしか落ちてないので、はい。まあね、明日はね、いろいろサマスタとかね、ベスボとかね、いろんな他団体の人も出てくるって聞いてますし、まあ言ってみたらもう、大会直前の人とかね、そういう方もいらっしゃるみたいなので、まあ、コンディションバリバリの方ね。まあ、その中に混じってね、こんな体で出るのちょっと恥ずかしいんですけどね。まあまあ、まあ、楽しめたらいいなと思ってます。はい。もうね、ポージングとかもね、なんか特によくわかんないんで、明日は。もうね、NPC みたいにこう、ピシッてこう止まる方がいいのか、サマスタみたいにね、こう、ムービングをね、こうやりながらね、動く方がいいのかとかね、その辺もよくわかんないんでね。まあまあ、適当にやります。はい。まあ、楽しんでいきたいなと思っています。まあもしね、明日2時からあるらしいんで、その近くね、寄るよっていう方いらしたら、ちょっとこうね、足を運んでね、応援してくれたらね、まあ嬉しいなとは思いますけれどね。はい。まあまあ、入場料もいるとか言ったら入場2000円だったかな。ちょっとわからないですけど。はい。まあまあ、もしよければ、はい、お立ち寄りください。明日ね、天気もいいみたいなんでね、楽しみですね。はい。ではまあ、明日、頑張ります。
Run back.